ラハイナとは、マウイ島にある一番大きな国勢調査、指定地域である。当地は、アメリカ合衆国ハワイ州マウイ郡、マウイ島の西半分に位置しており、有名なカーナッパリ、地区の北にあるカパルアビーチリゾートへのゲートウェイとしても機能している。2010年の米国税調査によると、この CDP は11,704人の人口を、要している。ラハイナ地域は、 マウイ島の道路であるルート30沿いの海岸を含んでいる。南は道路が通るトンネルからオラワウを抜けて北端はナピリホノコワイ地域までである。一年のうち旅行者で賑わう繁忙期は町の人口は4万を数えるほどに膨れ上がることがある。ホノルルへの戦闘をするまではラハイナはハワイ王国の首都であった。19世紀ラハイナは 世界的な捕鯨の中心地であり、たくさんの小船が港の中に停泊したものだった。今日では20隻ほどのプレジャーボートが港内に係留されている。ラハイナのフロントストリートはアメリカ企画協会から世界の10大豪華商店街トップ10グレイテストストリートのうちの一つにランクインするほどに賑わっている。ラハイナのダウンタウンにある馬屋さん、法ツデラー氏は 中野山新聞集。日本の仏教寺院古代において、ラハイナは五代目のマウイ島の州長である、マウイロアがハワイ島の王に花の主張の座を明け渡した後の本拠地であった。ラハイナの政治、経済の中心地はフロントストリート周辺である。その始まりは1820年代に遡る。通りに軒を並べた商店や食堂は旅行客でごった返す。 大繁盛の活況を見せている。バニアンツリースクエアは波外れて大きなバニアンジュが植わっていることで有名である。これは1873年4月24日にウィリアム・オーエン・スミスによってキリスト教宣教師の到着50周年を記念して植樹されたものである。ここは1832年に創建した後に再建されたラハイナトリデの場所でもある。 ラハイナには、レレという、救命称がついていた。ラハイナは、現地の言葉で、灼熱の太陽を意味する言葉である。ハワイの熱帯性寒母クリンが広がる、晴天続きで乾燥した気候を指して、このように言われている。ラハイナでの降水は、年を平均すると13インチしか、ない。雨の大半は10月から年をまたいで2月に、集中する。 およそ1903年から1910年にかけてに撮影したラハイナ1795年ハワイ諸島統一の前のことこの町はカメハメハ大王による破壊略奪を受けた1820年から1845年にかけてラハイナはハワイ王国の首都であった大王の息子カメハメハ三世は創造しいホノルルよりも静かなこの町に住む方を好んでいた 彼は執務のための応急を町の中心地にほど近い魚の養殖設備の中に浮かぶ木浦島の一栄川の土地に建てた。ハワイでは古くから魚の養殖が行われており、彼はその木比ニア・木比ニアと呼ばれた養魚池の中島に宮殿を建て執務をしていた。1824年、州庁の要請でベッツィ・ストックトーンは、 一般人に開かれた最初のミッションスクールを開設した。ラハイナは19世紀の捕鯨船団にとって一時重要な到着港となったことがあった。ラハイナへ捕鯨船団が入港するとき、しばしば在住のキリスト教船教師との衝突へと発展した。ラハイナの町は捕鯨船から幾度にも渡って砲撃を受けた。ラハイナは 北緯20度53分10秒整形156度40分29秒、北緯2 0 8 8 6 1一度整形156.67472度、20.88611-156.67472に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この国勢調査指定地域は、面積が全部で24.1平方キロメートルあり、そのうち、 20.2平方キロメートルが陸地3.9平方キロメートル言い換えれば全面積の16.26%が水面である。ラハイナのパノラマ写真ラハイナのウォーターフロントのパノラマ写真シュガーケーントレインプーコリーラハイナ間を運行。2000年の国勢調査によると人口9118人、世帯数2599 1759組の家族がこの調査地域内に在住していた。人口密度は1平方マイルあたり1584.7人住んでいる計算になる。当地には3027件の住戸、平均して1平方マイルあたり526.1件の家がある。ここの民族構成は白人が26.44%、黒人が0.34%、 アメリカ先住民が0.31%、アジア系が43.40%、太平洋諸島民が9.83%、その他から2.18%に系統以上のルーツを持つ人が17.50%いた。ヒスパニック系もしくはその他ら典型に羊を持つ者は人口の7.06%を占めていた。 ラハイナに在住する2559世帯のうち27.6%が18歳以下の子供と共に生活し47.9%が夫婦で12.5%が現在のところ夫と一緒に住んでいない女性の世帯主であり32.3%が家族のいない世帯だった全世帯数のうち18.9%が単身世帯で 7.2%が65歳以上で独居する高齢者だった。平均した世帯構成人員数は3.50人で、平均した家族人数は3.91人だった。国勢調査指定地域において人口全体における年齢構成は18歳以下の未成年が22.8%、18歳から24歳にかけての成年が8.8%、 25歳から44歳までの青年が33.4%、45歳から64歳までの壮年人口が23.2%、65歳以上の高年人口が11.9%を占めていた。中心年齢は36歳であった。女性100人あたりの男性比率は108.2人であった。 18歳以上の女性100人あたりの18歳以上の男性の割合は110.1人であった。2005年における中所得世帯の所得中央値は61,402ドルドルであった。2005年における平均世帯収入は79,876ドルドルであった。男性の所得の中央値は39,583ドルであるのに対して、 女性の所得の中央値は35,392ドルであった。当地域における一人当たり所得は29,921ドルドルであった。総世帯数の6.8%及び総人口の7.8%が貧困線を下回っていた。これには18歳以下が7.3%、65歳以上が9.2%含まれている。 1831年には、ラハエナに、防衛のために、砦が築かれた。後世に再建され、現代では、高さ20フィートの城壁の遺構と創建当時から、現存する大砲を見ることができる。近所には、歴史的な建物である、パイオニアインとボールドウィンハウスを見ることができる。カパルアリゾート内のプランテーションコースは、毎年1月に開かれるゴルフ大会。 PGA ツアーのヒュンダイトーナメントオブチャンピオンズの会場となっている。フロントストリートに面したたくさんのレストランが多種多様な料理や娯楽を提供しており、それゆえ、この通りが西マウイの夜の生活の拠点となっている。ハロウィンはラハイナでは主要な行事であり、2万から3万人の客で賑わう数十年前からの娯楽イベントとなっている。祭りの晩は、 フロントストリートを車両交通止めにし、それぞれ思い思いの仮装に身を包んだ子供たちが、ケーキパレードで練り歩くことが、始まりの合図となる。やがて、仮装をした大人たちが、その行列に合流し、街が闇に包まれるまで、その通りは、マルディ・グラオブ・ザ・パシフィックというタイトルを付与された、一つの巨大なパーティーイベントの会場に変貌を、遂げるのである。2008年には、 ハロウィンパレードの開催に必要な許可が降りることを指示してきた文化人の一団から、ハロウィンはハワイの文化を侮辱しているという苦情が出た。そのため、その祭りは規模を縮小されることを余儀なくされた。次の年のイベントは自粛ムードの中、ごく地味に開催された。フロントストリートは交通規制が敷かれることはなく、コスチュームコンテストの開催は一切なかった。 2011年になり、経済的な懸念に直面したことがきっかけで、この街はフロントストリートで年1回開かれるイベントの継続に正当な認可を再び出すようになった。毎年11月になると、ラハイナはマウイインビテーショナルの開催地となる。これは大学間バスケットボールにおけるトップトーナメントでシーズン早期に開催されるもののうちの一つである。 ラハイナはビッグマウイ国際ヨットレースのゴールが置かれる場所でもある。これはカナダ、ブリティッシュコロンビア州のビクトリアを出発し、ハワイ州マウイ島のラハイナにゴールするという世界でも最長距離を搬走する外洋ヨットレースである。ありがとうございます。